の哲学者。カント研究者として、また、かのようにの哲学の著者として知られる。同著は1911年に出版されたが、それよりも30年以上前に、すでに執筆は完了していた。ファイヒンガーは、ドイツの中ンゲン付近の町、ビュルテンベルクのネイレンに生まれ、非常に宗教的な雰囲気と、本人が語る環境で育った。中大学、ライプチヒ大学、 ベルリン大学で学ぶ。その後、ストラスブール大学でチューター、そして哲学教授に就任し、1884年にハレ大学に移籍、同大学では1892年に聖教授に昇進した。かのようにの哲学におけるファイヒンガーの主張とは、人間は決して世界の根底的現実を知ることはできないので思考の体系を構築し、それが、 現実に適合すると仮定している。すなわち、人間は、あたかも世界が人の作ったモデルに適合するかのように、振る舞っている、というものである。例えば、物理学における陽子、電子、電磁波といった現象が直接観察されたことは一度も、ない。だが、科学はこれらが存在するかのごとく想定しており、その過程に基づいてなされた考察によって新しくより、 良い構築物を生み出すのである。ファイヒンガーは自分には何人かの先駆者がいることを認めており、特にジェレミー・ベンサムの虚構論がその一つであるとされる。かのようにの哲学の英語版の序文において、ファイヒンガーは自らの虚構主義の原理を提示している。この原理は以下のように説明される。ある思想が真理ではなく正確でもない。つまり、 虚偽であると分かっていたとしても、それだけでその思想が実践的に無価値で役に立たないということにはならない。なぜなら、このような思想は理論的には無価値ではあるが、実践的には大きな重要性を備えているかもしれないからである。また、ファイヒンガーは自らの哲学が会議主義の一種であることを否定している。というのも、会議主義は疑うことを趣旨とするが、 かのようにの哲学は明らかな虚構を受け入れることを正当化し、合理的な回答がない問題へのプラグマティックかつ非合理的な解決方法だと認めているからである。しかし、この哲学が当てはまるのは科学に対してのみでなく、より広い範囲にも普遍される。世界が明日も存在しているかどうかを確証することは決してできないが、我々は通常、そのまま何事もなく、 明日が来るだろうと想定する。個人心理学の祖、アルフレッド・アドラーは、ファイヒンガーの有用な虚構の理論に深く影響を受け、心理学的虚構という観念を自身の理論に取り入れ、虚構の最終目標という概念を考案した。ファイヒンガーの、かのようにの哲学は、ジョージ・ケリーのパーソナルコンストラクト心理学が基礎を置く、中心的な前提の一つにもなっている。ケリーは、 ファイヒンガーの名前を挙げ、人間の構築した思考体系は、客観的な現実の表彰ではなく、有用な仮説とみなした方が適切であるという彼の理論から特に影響を受けたと述べている。以下は、ケリーの言葉である。ファイヒンガーの、かのようにの哲学は、心理学にとっても価値を有している。ファイヒンガーは、自身が、かのようにの哲学と呼ぶ、哲学体系を生み出した。 その思考体系では、神や現実はパラダイムとして表彰されるのが最も適切だと考えられている。これは人間の意識の領域において、神や現実が他のもの以上に不確かだと言っているわけではなく、人間が直面するあらゆる事態は仮説的に捉えられるのが最も適切であるという意味である。フランクカーモードの終わりの意識、虚構理論の研究は、 ファイヒンガーを有用なナラティブ方法論家として位置づけた初期の文献である。カーモードによれば文学的虚構はファイヒンガーのカテゴリーにおける意識的虚構に分類される。それは科学的仮説とは違って証明したり反証したりする主題ではなく操作的な有用性を失った際には無視されるべき対象なのである。その後、ジェームズ・ヒルマンが ファイヒンガーとアドラーの心理学的虚構の理論を発展させ、癒しの虚構を上司した。同著はヒルマンの著作の中でもわかりやすいものであり、神経症や狂気の症例では意味を見通すのではなく、物事を文字通りに解釈してしまう傾向があることを明らかにしている。ファイヒンガーの生前、彼の著作はドイツ国内と海外、特にアメリカ合衆国で広く受容された。 1924年に、かのようにの哲学の英語版が出版された時には、1911年出版のドイツ語版原著は、すでに第6冊まで出ていた。しかし、アメリカのジャーナリスト、ヘンリー・ルイス・メンケンは同著を通列に批判し、既存のすべての思想体系への客中に過ぎない、重要性を書いた仕事だと告評した。また、 ファイヒンガーは論理実証主義者たちにも批判され、即気なく、軽蔑的な言及を受けた。ファイヒンガーの死後、第二次世界大戦を受けて、知的世界の状況が大変貌したこともあり、彼の著作は、哲学者からはほとんど注意を向けられることはなくなった。彼の思想から学ぼうとするのは、ケリーのような心理学者や、カーモードのような序実家のみになってしまったのである。 しかし、文学研究者たちは穏やかにではあるが関心を持ち続けており、最近ではファイヒンガーの影響を受けた批評的文献がいくつか出版されている。アメリカの哲学者アーサー・ファインはファイヒンガーを再評価し、ファイヒンガーは実際のところモデル構築を成し遂げた20世紀における秀い出た哲学者と位置づけている。ファインガーの影響力はそれ以来顕著に増しており、 科学哲学において最近流行している虚構主義運動は彼の貢献を歴史的先駆者かつインスピレーション源として捉えている。ありがとうございます。